Hey guys, how are you? Well. さあ、これは何までしょうか。全然わかんないですね。外国人だっていうことは分かりましたけど、まあ細かすぎて伝わらないモノマネバージョン1なんですけども、はい、誰かというと、はい、ブライアン。ブライアン、あ、なんだっけ、あのドラマ、うん、知り合い。知り合い、知らん知らん、やり直させますよ。ブライアンボーイって調べると TikTok とか Instagram とかでやると、じゃあブライアン出てくるから、ちょっと見てみて。ブライアンが分かったあなたには、なんか私からじゃあ何かしらのプレゼントを差し上げましょう。ステッカーか何かね。ステッカーないけど。ないです。じゃあ今日は、今日はですね、女の子のセレクトショップなんですけども。名前なんですか？6。割と最近名前をよくセレクトショップに行ってみようかなと思ってます。ハイブランドもあるし、古着もあるし、なんかよくわかんないものもあるしっていう、彦摩呂さんでいう玉手箱やみたいな感じ。それがこちらです。でてーん、上、前行ったディストリクトですか？そう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 、あの青いところね。それの下、下ですね。今日は下ですね。じゃあ今日のファッションは？今日はですね、パーカスのファーと古着、ラングラー、靴はマルジェラの旅のブーツ、バッグはバレックストラのバッグで、よく見るとこう RS ってイニシャルが入ってるんですね。レイシと自分でカスタムできるみたい。うーん、奥の方がちょっと明るいですね。そしてなんか謎のマネキンがいますね。怪しいですよ。じゃあ早速入ってみたいと思います。こんにちは。一目でおしゃれと分かるこのお二方。 おしゃれ度数でいうと85くらいかな。6のディレクターの吉田と申します。よろしくお願いします。6渋谷キャットストリート店のスタッフ小川と申します。よろしくお願いします。この6ってそもそも問題、そのコンセプトをだっと教えてもらっていいでしょうか？6つのエレメントがあって、ワーク、ミリタリー、エスニック、スポーツ、スクール、あとマリンっていう、うん、6つの軸を立てて、うん、その6っていう日本語の6、日本語の、はい、若い時カジュアルで、うん、年齢を重ねてもカジュアルをこう社会性と品性が両方持ち合わせたようなレーベルにしたいっていう、ちょっと欲張りな、大人なんだけどでもふざけたいじゃないですかってことですね、うん、そうですね。激しく共感します。では遊びのある部分と伝統的なトラディショナルな部分の両方見ていきたいなと思うんですけども、はい、まずは私の好きなあの、はい、変な方からいきたいなと思います。、はい、こちらの、お、なんか来たよ、なんか来たよ。これはマルジェラの、ダッフルコートになるんですけれども、うん、毎シーズンの格式高いものを一回壊して再構築するっていうところが、うんうん、新しい解釈で見せるのが面白いなと思って。これは袖、はい、厳密に言うと袖っていうか、うん、穴、これ見て、そうそう、なんか謎、わかんない。ちょっとケープっぽい感じですね。そうそう、はい、ではこのなんかもっこりしたシルエットいいですね。レジさん、これ合わせるなら中何着ればいいんだろう。ロングワンピースシャーとか、ね、ドレスとかで合わせてもいいと思います。こういうのシャーみたいな、はい、こういうのシャーでも合いそうだし、うんうん、はい、ハイウエストのパンツとかね、あも合いそう。あとこうでもセットアップのものとか、しき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 、これの好き、これの好き、素敵ですよね。ねえ、はい、ダウンは取れないけど着回しすごい効きそう、うん、ね、うんうん、これもぶっ飛んだ系に入りますか？これはライトという日本のブランドになります。こんにちは、こんにちは。手袋ついてるよ。取り外しができる、はい、一応取り外しできますね。軍物のスリーピングバッグからインスピレーションを得てるので、うんうん、本当にこう包まれるような感じ で、うんうん、でここがファスナーがついてるので、うんうん、こう開けると形をトランスフォームできる。寝袋をコートにしたらこうなったの、はい、そうですね、うんうん、あったかい、もっこもこ。ここの脇がちゃんと開いてるから、うんうん、すごいなんか着膨れしてる感でそこまで出ないんだと思う。包まれてる感じ。へえ、かわいい。他に何か面白いのありますか？他はこれはチャリータというメキシコのブランドなんですけれども、スペインの生地を使ってたもので、うん、カーテンのファブリックなのでちょっと厚みがあります。確かに、はい、割と柄物なんですけど、うん、合わせやすくて。よく見てこれワンピースじゃなくてパッカーン。ボタンもあの止められるので、うんうんうん、まあ、ここまでは一応止まって一応なのでレイヤードして着ていただくような。確かに1枚できるとね、割とちょっと大変な話になるけど、うん、ショートパンツくらいだけ合わせとけば良さげな気もする。も、はい、ちなみにおいくらですか？31,900円です。おー、もっとより安かった。本当ですか？ねえ、うん、さあ次行きますか、はい、次行きますか。あ、すいません、ちょっと派手なところ。なにこれ、なにこれ。これはあのスーパーヤヤというブランドになります、うん、コートジボワール出身です。アフリカの方なんですけれども、でレバノンに今拠点を移しているデザイナーさんで、生地の在庫を残さないように前シーズンのものもアップサイクルして使って
ているデザイナーさんで、サステナブルですね。そうですね、やっぱね、キーワードですもんね。そうですね、あの見た目よりも軽いですよ。似合ってます本当見てもいい、見てもいい、着覚えあるくらいに、うん、お似合いです。似合ってます、ね、はい、うん、イメージと合ってる。あとね、これすごいね、伸縮するから、うん、あのどのサイズの子にもいけるね。そうですね、ほら見て、リュウさん、これいくらだと思いますか？これでもすごい生地かかってるもんね、うん、でもさっきの例があるから48万1500円になります。生地に作るのにだいぶ手が込んでいるので。確かに、はい、ありがとうございます。この大きな襟は、これはオリジナルの商品になります。これは襟だけ、このブラウスについてまして、このブラウスと一応セットになってます。こういう商品になってます。はい、いろんな着方が楽しめる。確かに、はい、これ一度 T シャツの上にこれとかでもありそう、うん、こういうのは古着になりますね。古着も扱ってるんだ。はい、へえ。あの一応オリジナルとか、あの、うん、インポートのものとスタイリングできるようなものをセレクトしてます。ナインティーズとか、あ、そのぐらいの。日本の古着ですか？アメリカですね、はい。でもあの古着だけどすごい状態がいいものを選んでますね、うん、そうですね。やっぱそこがその大人の古着のセレクト基準みたいな感じですかね。そうですね、はい、30代40代以上の人の古着の、うんうん、女の子が古着を選ぶ場合はコンディションっていうところを20代以上に注意した方がいいかなと私個人的には思います。そして、はい、そしてこれはエクストリームカシミアというブランドになります。これがシグネチャーですよ ね、はい、すね。無地のものもあるんですけれども、後ろもこういうふうにボタンになっているので、うんうん、組み合わせられるんだ、はい、2枚、はい、お買い上げいただいたらご自分で好きなように友達と買ってペアする。そう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 。しかもあの、はい、ユナイテッドアローズクオリティまたここにも発見したんですけど言ってもいいですか？これまた出たどうしたの、このアローズの人たちのおもてなし力は何なの？ありがとうございます。入手いたしました。これは何ですか？今シーズン、うん、インサイドアウトっていう提案をしてまして、うんうん、そのアウターをアウターらしく、まあ、着るのもできるんですけども、そのより重ねたりですとか上にこうモヘアカーディガンを着たりとか、うんうん、まあ、いろいろこうレイヤードして楽しめるようなスタイリングを提案しているので、うんうん、重ねれば重ねるほどいいですね。青とブラウンで割と統一感があるから綺麗にまとまってる、はい、ちょっと内装 の、 あの話なんですけども、はい、このネオン管はベロの下の形でロ、うん、こっちがロで、ロあっちがクっていう、この下の形をネオン管にした。ラクラク、ね、頭おかしいと思うんだけど大丈夫？あとは、まあ、キッズとちょっとルームウェアが、これはインテリアというスペインのブランドなんですけども、今シーズンデビューしたばっかりで、うん、リサイクルのポリエステルを使用していて、うん、ショルターネックなのでちょっとあんまりそのブラ感がないというか、こういうこと？へー、可愛さ抜群ですね、うん、背中もパックリ開いてるやつとかいいかもしれないですね、うん、こっちは？これはバニティナックというワルシャワのブランドなんですけれども、うん、若いおはりこさん2人が今シーズン始めたブランドで、うん、世界で取り扱ってるのは6だけなんですけれども、うん、このオーガンジー使ったトートバッグってなんかあんまりないなと思って、食感的にはね、ところてんみたいな感じ。ところてん、あんまところてん触ったことないけどこれに納豆とか入れるんで、こうやって。でもどうせエコバッグで遊ぶんだったらこれくらい遊びたいですね、うん、あとは何があるかな。ほんとテイストバラバラですよね、面白い。 あのスニーカーの隣にこの民族置くみたいな。でもこういうもんなんですよね、大人の女性っていうのは。どっちも好きやねんっていう。そうですね、アンスクリアのイベントをやってまして、人気のブランドです。どこのブランドなんですか？日本ですね。フランス語でいいねっていう意味が、フォルムとかこうバランスが大人っぽくてちょっと色気がある感じなので、うんうん、あの先ほど言ってた大人が着れるカジュアルみたいなところが、うんうん、これはルックにも使われてるんですけど、カシミヤのニットでこうちょっと服みたいに、ここあれ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 、これはちょっとアクセントになってますが、あと合わせてるコートが3ウェイで着ていただけるコートになります。この中だけで、うん、あの1枚でも着ていただけますし、これ1枚でも着れます。はい、はい、このケープを、ほう、おー変わった、なになになに、ほう、はい、あ、本当なんか面白いシルエットになってる。はい、ちょっと肩が誇張されたようなデザイン、うんうん、1つ目はシンプルに中だけ着ていただいて、2つ目はこちらのケープを託し上げて、はい、このようにショルダーにボリュームを持たせて着ることもできますし、あとはこの1枚上のこのポンチョだけでさらっと着ていただけることもできます。1台で3役お得。セットでいくらでしょう？コートの3倍くらい、10 7
14万1900円です。はい、3役と考えるとお得ですよ ね、はい、私個人的にはこのバサバサ系も気になりますけどね。アンスクリア、ね、はい、でもいい、はい、これ着たら絶対回りたくなるタイプのやつですよねこの見てこういうの大好き。こういうのって古着のウエスタンとかでたまにあるんですけど、うんうん、やっぱ肩がちょっとガスッとしてメンズライクになりすぎちゃうけど、これはここが、はい、肩線がないのでそうそうなだらかに見えるように、こういう車掃除するやつありがとうございます、はい、今日あの一番良かったな。トリッキーなやつで面白かったのは一番最初のマルジェラのなんか半分切れてるやつで、最後から2番目に来たインスクリアのコートのスリーベイのやつ、うん、あれがあの大人の女性として着たかった、うん、今日はですね、6で私の好きなテイストのものシリーズをお届けしてみました。皆さんはどの変なものが好きだったでしょうか。それを、ぜひコメント欄に書いておいてもらえたらなと思います。それではまた次回お会いしましょうじゃあねー。このチャンネルではファッションを中心に私が気になるあらゆることをお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画こちらになります。そしてチャンネル画面にベルのマークがあると思うんですけども、そこを押してもらうと新しい動画がアップされた時に皆さんにお知らせが届くようになっているので、ぜひそちらも押してみてくださいね。